はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあやっていきましょうということになるんですけど、今日のテーマはこちらということになるんですけど、旧校舎で女性タレントら120人の制服撮影会、性的興行と反対もっていうね、まあ、反対してんのはどうせ要するに一部の人でしょっていう話ですね。声のでかい一部の人たちですねっていうふうな話になるんですけど、まあ、大体性的興行だとか言ってね、反対する人たちってね、ほとんどね、少数派なんで、あんま気にしなくていいんじゃないかなって最近思ってるんですけど、多分大半の人は、まず制服撮影会が行われてることにすら気づいてないっていう状態だと思うんでね。はい。っていうことになるんですけど、まあ性的興行だって反対してるんですけど、まあ今回はちゃんと要するに埼玉県のどこの市やったかちょっと忘れてましたけど、はちゃんと要するに反対する理由が特にないのでそのまま続行しますっていうふうな、まあ、対応したということですね。はい。で、これで性的興行だよって言って声のうるさい人たちに反対された結果、行政がやめましたってなったら、ちょっと皆さん危険信号だと思ってくださいね。これ全国の自治体とか全国の都道府県とかで問題になりますんで、つまり声のうるさい人が一部いただけで全て中止されるっていう風になると、要はどんなイベントでもそうなんですけど、ありとあらゆるイベントが声をでかく要するに言ってバンバン言って役所に言ってさえしまえば、気に入らなければぶっ潰せるっていう前例ができてしまうので、で役所って良くも悪くもというか、行政機関って良くも悪くも前例主義で出来上がっちゃうので、一部の人がごく少数の人間がということになるんですけど、ごく少数の人間が要は狙い撃ちしてぶっ潰してやるっていう風な感じで要するにやってしまえば、基本的に全ての要するに興行イベントであったりとか、全ての要するにイベントごとが全部要するに一部の人で全部要するに中止させられるということなんですよ。で、これはどっち側からどっち側でも一緒です。つまり左寄りの陣営の人たちが右寄りの要するにイベントをぶっ潰すのもそうだし、右寄りの人々が要は左側のイベントをぶっ潰すっていうのも、これも要するに両方とも避けた方がいいというのは、そう、行政上の手続きにのっとって、行政上の然るべき手段をのっとってちゃんとやられてる場合においてはという話ですよ。たまになんかなーなーでやってたりするって、それは要するに逆にそれ行政上の手続きにのっとってやってないからダメですよねっていう話はちゃんとしなきゃいけないと思うんですけど、行政上の手続きにのっとってやられてるイベントをごく少数の人間の声がでかい人間だけでぶっ潰せますよっていう風になったら、そのごく一部の人間によってその行政の要するに物事っていうのがいくらでも要するに利用できなくなったりとか利用できたりっていうことができちゃうっていうのは非常に危険な状態になるので、皆さんそこがならないようにっていうのは注意しましょうということですね。はい。で、ポイントになるのはこちらということですけど、松井先生は自分の気に入らないものを許せないという感じですね。まあ誰しもありますよ。ここで注意してほしいのは誰しもありますよ。はい。いう感じになります。はい。ただ、自分の気に入らないものだから規制すればええやんっていうのは考え方として、あなた本当に民主主義国家の人間ですかっていう話になるわけですね。そうそうそう。表現の自由とか、言論の自由とか、経済活動の自由とか、中学校の公民で習ったはずだと思うんですけど、ちゃんと学校で聞いてましたかっていうか、教科書もう一回見直さなあかんのとちゃうかっていうことになってくるわけですね。はい。で、なんでこれをやっちゃいけないかっていうことになるんですかって話なんですけど、自分の気に入らないものを許せないですよっていうスタンスでやっちゃった場合は、まあ今要するに漏れなく要するになんか、いろいろなんかこれはけしからんけしからんみたいなことを言ってた人たちが、なんか今軒並み要するになんかどんどん死んでいくみたいな状態になってるじゃないですか。メディア業界にしろ、芸能界にしろ、活動家界隈にしろ。そうだよね、自分が言ってたんだから自分もやられるっていうことはなんでみんな考慮しないのかなっていうことになるんだけど、はい、自分の行動も制限されちゃうよねっていうことになっちゃうね。わかる？言ってるよ。はい。まあだから私なんかも特に言うんだけど、撮り鉄の一部の要するにところはマナーがあまりにも悪くなってるっていう状態なんで、これは規制されても仕方ない状況になるから、みんなちょっとマナー守らなきゃダメだよっていう話はしますけど、まあでも要するにまあ暴走したくしてしまうときはまああるのはまあわからんではないよっていうまあ一定の配慮はしてますけど、その全部が全部要するに好きなことを好きなようにやってしまうってことで他人に迷惑がかかったり迷惑がかかることはない、あるんですね。まあ私なんかもタバコ吸うんで、当然タバコ吸うってことは他の人に迷惑かかるってことは当然認識してるわけじゃないですか。はい。でもポイントになってくるのはそうなんですけど、自分の行動も制限されちゃうよってことなんですよ。自分の好きも奪われちゃうよっていうことなんですよ。
他の人の好きを奪うってことは自分の好きも奪われるし、自分の他の人の行動を制限しようとするってことは自分の行動も当然制限を受けるよっていうことが、まあこの社会によっての起きてと言ったら変な話ですけど、まあ当然当たり前の話ねっていう話で、二つ目なんですけど、この例えば120人制服撮影会だけに限らず、自分の気に入らないものが許せないという症状になってしまっている人は、右左とは関係なくね、メンタルクリニックに行った方がいいです。はい。すべてのことがネガティブに捉えるとか、すべてのことが要するにマイナスに捉えるとか、すべての物事に対してイライラするっていうような状態になったら、まあそれ正直メンタルかなり弱ってるよっていう状態になっちゃってるんですね。はい。いう感じになってるんで、まあ私も要するに、そういう状況になったことはあるんで、はい。残念ながらあるんで、やべえな、これっていう状態になりましたよ。はい。ですので、まあ、もしね、何でもかんでもなんか許せねえ、みたいな状態になってるんだとしたら、メンタルクリニックに行った方がいいですよ、と。まあ、いうことになりますよね。はい。私のチャンネルでコメントしてくれてて、もともとアンチコメントばっかりする人だったんだけど、まあ、私と相互フォローになったりとか、私フォローしてくれるようになって、言動が変わって、なんかポジティブになってんな、この人っていう人も見たことはあります。はい。で、私のところにアンチコメントする人って言うんで、アンチコメントって正当な批判のことじゃないですよ、私が言ってるのは。松井さん、ここ間違ってるよ、とか。松井さん、こうこうこうだけど、ここのところ面白くないとか。別に、そんな別に何でもいいんですけど。どう超えて、なんか、アンチコメントする人とかの、他のところでの要するにコメントであったりとか、X でのやり取りとかを見てたりするとわかるんですけど、100%、ほぼ 100% 近い確率で、ずっと、悪口書いてますね。ずーっと悪口書いてるんです。そうですね。X にずっと悪口を書いてしまってるっていう状況になってる。まあ私もメンタル弱ってる時だったりした場合に関しては、そういうふうに書いてしまってたっていうケースもあると思いますんで、はい。まあそういうことになってる状況下がずっと続いてるんだったら、一旦ちょっと自分の生活を見直した方がいいんじゃないかなというふうには思いますね。はい。かもしくは、お近くの病院で、予約なかなか取れないんでね、皆さん。予約とかなかなか取れないんで、早く行った方がいい。はい。このチャンネルでアンチコメントを書いてる場合じゃない。早く行けっていう。早くメンタルクリニック行けって。お前も自分でどっか自分がおかしいって思ってんじゃねえのかっていう。思ってんだったら行けって言って。治る可能性が 1% でもあるんだったら行った方がいいだろうっていう話ですね。はい。ということになってくるわけなんですけど、まあ、要するに、なんで、要するに、モラルのあるっていうか、カッコ、ハテナって書いてますけど、はい、モラルはある人のベースの社会。モラルある人だけで考えられたベースになっている社会っていうことになるんですけど、まあ一例として、まあ5つだけ書いておきました。はい。これは5つだけ私が考えたやつでっていう話なんですけど、これ以外にも全般的になると思うんですね。クラブだったりとか、まあ全般的な業界、酒飲みの場所であったりとか、いろんな飲食業であったりっていうところが全面的に規制されるっていう感じになると思うんですね。はい。まず1番目というのは J リーグ禁止ですね。はい。まあ、J リーグなんで禁止するかっていうと、まあ、これ国の税金とか地方自治体の税金とかバカすかかかるんですよね。で、J リーグやったからって言って、この公金が回収できないっていう状態になってるんですね。はい。これJリーグファンの皆さんに関しては、もし J リーグファンの皆さんいたら耳痛い話かもしれないですけど、J リーグって実は、そのファンやサポーターと選手によって成り立っている、代物じゃないんですよ。J リーグってすごいあれなんですけど、ワールドカップ、FIFA ワールドカップとかで最近サッカー選手とかがすごく活躍してくれてたりして、嬉しいことではあるんだけど、現実もやっぱ見なきゃいけなくて、J リーグっていうのは基本的に公金を大量に投入しますよと。その結果サッカースタジアムが運営されてますっていうことなんですね。で、サッカースタジアムって他の用途に使いにくいっていう厄介さがあるので、その税金を負担した分、その分赤字が毎年毎年垂れ流され続けるよっていう残念な状況になってくるわけなんですね。で、まあ、J リーグで天然芝を要するに、育成しましょうねとかいうことになってるんですけど、いや、J リーグを作るのにかかる環境の負荷を考えたら、天然芝がどうとかこうとかっていうことよりも、環境にかかる負荷っていうのは非常にかかっちゃうでしょっていう。じゃあ、J リーグっていうのは、公金を垂れ流すだけで、環境に対する負荷もたくさんかかっている状況なんで、まず J リーグは禁止しましょう。はい。まあ、二つ目ということですね。まあ、オリンピックも禁止しましょうか。はい。これもそうですね。まあ、いろんな要するに道路であったり設備であったりとか、競技施設を要するに使うってことで、まあ、大量に公金がかかると。まあ、いうことになるんですね。で、オリンピックを開催したことによって、これがペイするかってペイしないですね。なかなかペイしないですね。ということと、プラスアルファは要するに環境に対するね、負荷が非常にたくさんかかってしまうということになりますんで、
まあ、抗菌がかかるプラス環境が要するに、いうことになってるんで、まあ、オリンピック禁止と。まあ、いうことになりますね。はい。そして、生産業は全部禁止しましょうか。まあ、ホスト、ホステス、ね、キャバクラ、まあ、なんでもいいっすわ。風俗、まあ、あとはメイド喫茶とか、まあ、いろんなところは、まあ、たくさんあると思うんですけど、まあ、その生産業と呼ばれる、もしくはそれと疑われても仕方がないような産業。まあ、女の子と会話するであったり、可愛い女の子や綺麗な女の子と会話するであったりとか、まあ、ボディタッチするであったりとか、まあ、触ったりとか、お酒飲んで一緒に話したりであったりとか、まあ、挙句の果てにはセックスするみたいな産業っていうのは全て禁止しちゃいましょうと、いうことになります。はい。まあ、なんで全部禁止と、いう感じになります。で、四つ目ということになるわけなんですけど、四つ目、はい、こちらですね。はい。まあ、博打っていうのは基本的にね、良くないことでございますので、はい、こちら。パチンコ、麻雀、競馬、ボート、競輪、全部禁止っていうね。うん、もうパチンコ、麻雀、競馬、ボート、競輪、全部禁止っていうね。はい。いう感じになってくるわけなんですけど、もう日本のね、この競技施設っていうか、こうなんかもう、なんていうか、公営ギャンブル施設全部禁止ですね。もうついでにカジノも禁止っていうね。いうような感じになってくるわけなんですけど、まあ4番目、こう全部禁止っていう。はい。行きたい人は行っていいよじゃないですか。全部禁止っていう状態になっちゃうんですね。はい。そして5つ目ということになるんですけど、はい、もう5つ目ですね。はい、こちら。まあ、コスプレイヤー、コミケ、漫画、アニメ、ゲーム、禁止と。まあ、コスプレイヤーとかね、なんかよくなんかこう、ちょっと性的なこう衣装とか着ちゃってる人いるんでね。はい、まあ、これも禁止、全面的に禁止しましょうみたいな話でね。まあね、コミケとかも要するに謎デパじゃないみたいな感じも禁止して、で漫画、アニメ、ゲームっていうのは、まあちょっとエッチエッチな表現があったりとかするんで、はい、いう感じになるんで、コミケ、漫画、アニメ、ゲーム禁止という社会ですね。ごめんなさい、これね、これ一例でこれだけですよ。これ一例で5つ書きましたけど、まあ5つの例で、まあ要するに部分的な例として書いてるのはこの5つですけど、これだけでも俺大概やと思うんですよ。これだけでも大概の人々が要するに、生きにくい社会というか、ストレスの解消のやり場がなくなる社会が出来上がってると思うんですよ。違います?これ全部禁止しましょうねっていうような話になって、ストレスのやり場がないですって言ったら、メンタルクリニックとかどないなるんやろって俺は思うもんね。うん。正直、これ、今のところ挙げられたこの5つに関して、なくなったら困るかって言われたら、まあなくなったら困りますよね。普通の人は大体。はい。私ちなみに困らないっすね。うん。タバコ全面禁止にしたらっていうけど、別にタバコやめろって言われたら別にやめれるから。そうね。だから、こういった要するに、他者に対しての、他者の趣味に対しての寛容じゃない社会っていうのを作っちゃうと、変な話生き残れの松井くんだけじゃないのっていう。そうね。みんな何もなくても別に毎日仕事行って、なんか要するに YouTube でとかやったりとかして、いろんなことやったりとかして、で、どんな仕事であっても、私日雇いの労働とかもやったことあるんですけど、単純に。まあ、仕事やってるときは常に最高でハッピーな、幸せな状態になれるから、どんな仕事をどんな風にやってたとしても、私はハッピーになれるんで、別に仕事でストレスは解消できてるんで、別に休みなんか一日もなくてもいいし、趣味なんか別に何もしなくていいし、別に何もなくても別に私は満足ですよっていう人たちが、みんないるんだったら、休暇とかいらないと思うんですけどね。はい。っていうことだと思うんですよ。でね、これを要するに全部禁止しちゃいますよっていうことは、どういう風な話になるかっていうと、みんなのストレスのやり場っていうのが、行き場所っていうのがなくなっちゃいますよってことになるわけじゃないですか。で、すごくギスギスした社会になると思うんですね。そう、すごくギスギスした社会だと思うんですよ。だから、俺は別に基本的に言ってんのは、要は、自分の気に入らないものを許せないっていうんじゃなくて、まあ別に君はそれ好きなんだったらそれやってればいいんじゃないっていうふうな話になるんですよね。単純に。はい。っていうことになってくるから、まあだから、私は別にそう、君の趣味あんま別に好きじゃないけど、まあ別にいいんじゃないのっていう。ただ俺の趣味もごちゃごちゃ言うなよっていう。ぐらいの感じで、まあやってるんで、まあそれが一番要するに平和かなというふうに私なんか思うんですけどね。だから皆さんもね、こうポイントになるとね、何でもかんでもね、そのなんか性的だってね、そのなんかファシストみたいにね、ファシズムとかね、なんか極左みたいにね、みんな何でもかんでも要するに反対だとか、なんか理屈こねくり回して要するにやるけど、そのいろんな産業で成り立ってるわけなんですよ。アイドルの業界だったりして、はい。
じゃあ別にアイドルの業界が要するにけしからん産業じゃないかって言うと、間違いなくけしからん産業だとは思うけどよ。ファンとかで握手会から金巻き上げるだけ巻き上げて、要するにそれが成立するってそれどうなのとか思うけど、まあそれはそれ、これはこれっていうことだと思うし、資本主義だけに限らず人間の社会なんて、くだらないこととか、どうしようもないこととか、アホなこととか、変なことで8割から9割回ってんのよ。でしょ？だから、その8割とか9割は本当どうしよう、人間がどうしようもない残念な生き物だよねっていうところの、その欲望で回ってる社会である以上、まあそういったものを全般的に要するに、過度に規制しすぎるっていうのはどうかなと思うんですよ。全部ね、100% ね、規制全部なくして、要するに、無法地帯みたいになったら、それは規制はしなきゃいけない部分はあるけどね。だと思いますけどね。はい。ということなんでね、皆さん、このチャンネルを皆さんね、多様性というものをしっかり学んでいただいてですね。はい。あなたの趣味はあなたの趣味として、ちゃんと敬意を表しましょうと。で、私の趣味は私の趣味として、あなた方は敬意を払ってください。ね。あなたが要するに、あなたが気に入らないからといって、私の要するに好きなものを規制することはできないですよね。私が気に入らないからといって、あなたの好きなものを規制することはできないですよね。ただしそこにはモラルであったりとか空気を読むであったりとか道徳的な行動が求められる部分はあるだろうしね、相互理解相互扶助ね、相互理解相互扶助なんで、ある程度要するに考えては運営しないとはいけないですよねという話ですね。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。